また大事なことが書いてありまして、よく言いますよね。過去と他人と起こった出来事そのものって変えられないんだ。過去って変えられないですよね。他人も変えられないんですよ。うん、例えばもうね、なんかこう、てっちゃんなんかいかにもこう誠実な男ですけど、僕がこう、てっちゃんにね、なんか呪いをかけて、意地悪になる。無理なんですよ。絶対あいつ優しいんで。そうなんですよ。だから他人も変えられないし、起こった出来事も変えられない。僕は8年前に2011年3月11日に東日本大震災があって、その翌日3月12日に辞表を出して、すぐに被災地に届きました。そして、なので、震災直後の東北の姿っていうのを目の当たりにしています。もう全てを失った人たち。初めてお会いした人は僕に力のない笑顔で言いました。あれ、3月の15日ぐらいだと思うんですけど、明日、息子の火葬なんですって。やっと遺体が見つかって、言ってました。そんな悲しい出来事そのものは、絶対に変えられないですよね、うん。私たちって悲しいことも起こるんで、なかなか起こった出来事を変えられなくて苦しむことがあります。けど私たちは、今を変えることはできるし、自分を変えることはできるし、ここなんですね。受け止め方は変えられます。これを解釈と言ってもいいし、選択ということもできます。受け止め方。確かに、大震災のような悲しい出来事をどう受け止めるかって、そう簡単に変えられないですよ。でも、ほとんどの場合、あんな悲しい出来事があったから、こんな悲しい人生になってしまったってことが大半です。けど、僕が被災地でずっと5年半にわたってサポートさせていただきましたけども、ずっとね、もう2ヶ月に1回、3ヶ月に1回、自腹で被災地に行きながら、その頃思ってたのは、あんな震災があった。そして、あの震災があって、今の私のこの人生があるって、ちょっとでも思ってもらえるようにサポートしてたんですけど、確かに震災とか大きな出来事はなかなか受け止め方変えるの難しい。けど私たちの日常の中でのほとんどのちょっとした悩み、悲しみ、苦しみって受け止め方を変えることによって人生が豊かになるってことありますよね。例えば子供の頃いじめられてた人とか、僕もそうですけど、いじめにあったせいでこんな惨めな人生になったっていう自分も選べるし、いじめにあったおかげで人の痛みがわかる人生になったって受け止めることもきっとできるわけですよね。だから人生ってほとんど結構かなりの割合のことが自分で受け止め方を変えて豊かにできるはずなんで、ここをどう変えていくかをまた私たち磨いていきたいよね。日常の中で起こるいろんなこともどう受け止めるかは自分で決められる。まさに今と自分を選択できるわけですよね。今をどう生きるか、自分をどう生きるかっていう。で、これが面白くて、今を変えると当然未来が変わるんですけど、未来が変わっていくとどうなるかっていうと、過去の価値が変わります。これどういうことかっていうと、だから分かりやすい例で言いましょうか。例えばですよ、私が今日の夜あたり、ちょっと名古屋駅の駅前あたりで、車の中で、なんかいけないお薬を取り出して、いけないお薬をなんか吸ったり嗅いだり打ったりすると、で、それが警察官にコンコンで見つかっちゃったりすると、まあ、偉いことですよ。もう今日の夕方と夜のトップニュースですよ。本日名古屋駅前で、自称経営者講演家と名乗る怪しい男、津田博明が覚醒剤所持使用の疑いで現行犯逮捕されました。えらいことになりますよね。すると、僕がミュージシャンやってたっていう過去を知ってる人は、ひょっとしたらこんなことを言うかもしれない。ああ、ヒロさんね、なんか昔ミュージシャンだったらしいよ。ああ、だからあんななんか薬手出したりすんだね。ああ、やってないよ、僕ミュージシャンじゃない。やってないけど、勝手にそうやって言われるかもしれないじゃん。けど、僕が今を変え続けて、この講演家として、教育家として、本当に素晴らしい未来を作り続けていったら、こう言って勝手に言ってもらえるかもしれない。あ、ヒロさんね、昔なんかミュージシャンだったらしいよ。今ハゲてるけど。うん。なんか、だから
からあの人ってさ、なんかマイク持ってみんなになんかこう思いを伝えたりとか、なんかできるのかもしれないねって言ってもらえるかもしれないじゃん。ミュージシャンやってたという過去は何も変わってないのに、過去の価値が天と地の差になってるってことですよ。面白いですよね、これね。私たちって、過去は未来で変えれるってことです。過去の価値なんて、自分のこれからの生き方で何ぼでも変えるってことです。そう、だからこれまで辛かったこと、しんどかったこと、苦しかったことが全部宝になります。うん、僕の人生ね、今日はまあ全部お話ししてる時間ないですけど、もうね、谷あり、谷あり、どん底あり、谷あり、どん底あり、もう、ほんとスーパーマリオもびっくりっていうぐらいね、もう谷しかないみたいな、山がほとんどないみたいな、ほんとにそんな人生でした。今、全部ネタになってます。全部美談になってます。だからあなたも大丈夫って心から言えます。絶対大丈夫だ、どんなことがあっても。ほんとにもうあのね、今でこそなんかヒロさんみたいになってますけど、とんでもない、もう数年前までえらいことになってましたから、うん、もう本当にこの平成という30年間本当谷とどん底しかなかったみたいな感じだったんで、ああ令和になっていよいよ俺の時代だなと思ってますけど、そうなんですよ、あれがあったからこんなしんどい人生になったっていう人生も選べたし、あの30年しんどかったんで、さあ今から最高の未来作るぞっていうふうにもなれるんですよね。これ勝手に自分で決めれるんですよ。どんな風にでも自分で決めれるんですよね、これって。これを自分勝手って言います。自分で勝手に決めていいんですよ。うん。自分勝手、本当に自分勝手ってわがままって意味じゃなくて、自分で勝手に自分の人生を選んで生きるってことですよ。こういう自分勝手ならいいよね。そうなんですよ。自分で勝手に解釈していいんですよ。うん、そうやって、皆さんもぜひね、受け止め方をどう変えていくかってことを、今日はまたね、少しずつ学んでいけると思う。ね、これ頭に入れといてほしいなと思います。いつもご視聴ありがとうございます、チャンネル登録していただくと日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。